千葉吉尾アルビレックス新潟戦を見に来ました。おはようございます。ということで5月12日福田電子アリーナ前まで千葉吉尾を宣言通り来させていただきました。はい、ゴールデンウィークの3連戦をなんと2勝1分けの無敗、はい、いや上々 の、ね、あのゴールデンウィークを乗り切った我々ジェフですけれども、今日はねアルビレックス新潟がここにね福田電子アリーナに来てなんとかあの僕らの3連勝阻みに来てると、はい、いや3連勝してやろうっていうつもりでね やってやろうと思ってるわけですよ。はい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 、3連勝してやるんだ僕は。甘く見んじゃねえよ。なんで自分で言って切れてるんですか。甘く見んじゃねえよ。いやそれは分かってますよ。みんな気づいたか、うんうん、みんな気づいたか。俺勝ち取り表見て気づいたよ。ゴールデンウィーク2勝1分けで来たにもかかわらずだよ、はい、勝ち取り表で言ったらねまだ負けが1個分頭出てんだよ。そうですよ。今日勝って3連勝したとしてようやく勝率が5分。しかもね今 J2 はあの団子でございます。今日のアルビレックス新潟さんもですね勝ち点が17で同じと、うん、だから今日もね絶対に勝たなければいけない試合です。まあそれは試合前にねエスナイデルさんもコメントで言ってましたけどもね、本当に今日は大事な試合になるであろうと、うん、でねその大事な試合にねやっぱり千葉翔いたもたってもいられないわけです。本当にね今日も一丸になってジェフサポーターとして僕は頑張っていきたいの、はい、ただね、うん、ただね一つ残念なことを言わなきゃいけないんだよ。あ、なんですか。気づいたでしょ視聴者のみんな。なんか足りないと思わなかったかい。うん、なんとねこんな大事な試合、しかもこの天気見てすごいいい天気。そうですよ。過ごしやすい日中にもかかわらず休んがいないんだ。いやこれはちょっとあかんですねこれ。いやいや休んね、これはね開幕戦の時以来だと思いますけども、休んね、君ねまだジェフサポとしての自覚が足りないんだよ。やばいこれ怒られるぞ。絶対怒られるぞ。ただねそれでねチャンスが到来するわけじゃないんだけど、はい、いつもね休んが外ロケだったりすると、はいはい、スタッフでも発表してくれたんですけど、はい、なんと溝口くん今日は君がいるじゃないか。ついに来ましたよ。あ、だってここで君のねスターティングイレブン紹介が、はい、いいねなんて視聴者に受けたら今後3人で行った時君が紹介する番あるぞ。これは来ましたね。ちょっともう休むそういうとこちゃんと僕敏感だから。敏感だからそういう視聴者の声みたいなの。いや随時チェックしてますからね。そうエゴサーチが進むから。大丈夫、溝口くんいいなっていう案があったら採用って言っちゃうから。よっしゃ頑張ろう。それでは3連勝を追っかけて戦う、はい、我々ジェフユナイテッド市原千葉の、はい、頼もしいスターティングイレブンの紹介をお願いします。はい、ゴールキーパー佐藤優也選手。優也。ディフェンス近藤直也選手。直也。増島達也選手。達也。やチャージボー選手。はい、ティーアイランド選手ね。高木選手。はい、高木選手、お復帰しました、ありがとう。はい、そしてミッドフィルダー、はい、熊谷アンドリュー選手。アンドリュー選手、はい。町田選手。ああ、町田選手、大和さんお願いしますよ。矢田選手。矢田さんお願いします。田辺選手。田辺さん、そろそろ点欲しいね。そしてフォワード、はい、船山選手。おう、成田の男。そして最後にラルベイス選手。おう、アルゼンチンの男。決まりましたね。決まったね、はい。まあ、以上が、はい、スターティングイレブンと、今日は本当に全力で今日のスターティングイレブン、ベンチも含め監督も含めサポーター含めた総力戦です、はい、今日勝って勝ち点を20に乗せるのか、はい、やっぱりこのまま停滞してしまうのか、話大きく違ってきます。なんとかねアルビレックス新潟も侮れない相手です。いやもうあの応援も試合も勝ちます。そう、応援も試合も勝とう、はい、あと今日アルビレックス新潟さんのサポーターさんが今日なんと2000人。いやすごいですよね。素晴らしいですよね。これに絶対僕ら負けたくないし一丸にならないと勝てないと思うから。そうですね、最初のホイッスルになって終了のホイッスルまで、はい、一瞬たりとも気を引き緩めずにね、はい、千葉翔も一緒になって戦っていこうと思いますね。そろそろ休んはいないけど僕と溝口君しっかり戦っていこうと思います、はい、では行ってきます。いや今いいパチンって音を言いしましたよ。楽しそう。負けました。負けましたね。あの一言で言うと残念。
いやそうですね、上々の前半散々な後半といったところでしょうか。うーん、まあ、後半ね、ちょっとシステム変更したりとか、あと選手の入れ替えでちょっとね、いろいろと食い違っちゃったのかなって気もするんですけども、それ以前にやっぱちょっと前半に比べてあまりにもね、ギアというか、なんかすごい乱れてましたね。そうね、インテンシティというか、ちょっとガクンと1段も2段もレベルが下がってしまったのと、プラス新潟が前半よりもね、圧を強めてきたかなといったところで、はい、すごく残念な結果とはなってしまいました。まあ、とはいえね、はい、やっぱり負けた時こそ千葉よしを、そうですね、今ねやったようにね、ゴムパッチンで、はい、まあ、痛みを分かち合ったと。まあ、引き続きにもう一発いきますか。そうだな、そうですね。はい、ドゥシ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 、何がっすか。もう一回、よしよし楽しそう。おお、あのね、はい、僕おもちゃじゃないから。え？えじゃねえだ。えじゃねえんだよ。だからね、はい、悔しいけどもまあこんぐらいじゃないですか。もう負けたもんしょうがないから。まあそうですよね。ああ、負けたもんしょうがない。だから切り替えていきましょう。何してるんですか。はい、ということで負けてしまったので千葉よしおのイリュージョンをご覧に入れましょう。いや、あのイリュージョンっていうか、なんですかね、何か目覚めたんですか、新しいプレーに負けてちょっとおかしくなっちゃったのかな。シュールだな。はい、はい、ということで切り替える儀式が全て済みましたんで。あ、そういう意味だったの今の。あの、次に切り替えましょう。ね、笑って飛ばすしかありませんから、敗戦は。まあまあ、そうですね。ね、これ、ちょっとでもね、ジェフサポーターの皆さんがね、何やってんだっていう気持ちが切り替えられたんであれば、千葉よしお嬉しい限りでございます。ね、今後もやるぞ。あ、やるんですね。やるやる。溜めた息で、このホイッスルを鼻で鳴らすっていう。まあ、次は今よりもっとでっかい音出しましょう。そうだね。はい。じゃあ練習してきてください。ちょっともう、おじさんですからね。ちょっともう空気入れるのもしんどそうな感じですけれども。空気音しかしない。いや、いいですね。その飛ぶ風船が飛んでいくシーン。はい、ということで、もう次切り替えたんで、横浜 FC 戦と。はい、そうですよ。まあ、横浜 FC 戦にもうね、焦点当てて頑張るしかないと。で、横浜 FC はね、北爪選手とか山本海斗選手とか、あと豊島選手とか、ジェフに馴染みのある選手が結構いるイメージですけど、はい。てか、いるんですけど、はい。ごめんなさい、千葉翔、残念ながらリサーチ済んでおりません。あらら？ノープランで行こうと思います、千葉翔はね。あー、チームは違うと思う、ね、なるほどなるほど。思い出した、去年ね、日発三沢球技場っていう横浜 FC のホームのスタジアムあるんですけど、はい、あそこでね 4-0 でボコられてるんですよ。いや、だったら次はもう逆に 4-0 でボコってやるんですよ。行こう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 、ということで次回の予想していこう。せーの、4対0ですよ。僕 2-0。 なるほどなるほど、僕の半分ですね。そうそう、半分、いや、当たればいいけどさその半分ですねって言い方もどうかと思うけどね。やっぱりね、正直ね、これで今日の負けが続いてしまって、はい、失点もね増えてきてしまってるんで、またなんとかシャットアウト勝ちして。そうですね、今日取れなかった、おそらくね先に2点目を取れていれば安泰だったんです、今日のゲーム。いやー、それはすごくわかります。だからこそ 2-0、 次はね先制して突き放すゴールで勝ってほしいなと思います。はい、溝口くんは 4-0。 4-0 です。前回4対0で取られちゃってるんで、今度はその仕返しということで。リベンジだね。リベンジですね。リベンジ、なるほど。はい、はい、というわけでお送りしてきました、千葉よしお、アルビレックス新潟戦を見に来ますでしたけども。まあ、はい、そうですね。まあ、残念ではありましたけどもね。うん。僕の切り替える儀式、痛みを分かち合う儀式、二つ揃って
もう負けないと僕はこれを見せないので、今シーズンは残念ながらもう見せることはないぞと固く誓ってね。まあまあそうですね、うん、はい、僕もああいうの見たくないですから、うん、まあ、これでね、あの黒星がね残念ながら2つ先行してしまったんですけども、今シーズンじゃない、今月か、はい、今月まだ2試合あるので。そうですね、うん、アウェー大宮戦でね、アウェー初勝利を挙げました、はい、本当は今日も勝ちたかったけども、次の横浜 FC 戦で勝って、5月最後の試合熊本戦でも勝って、はい、五分にして6月を迎えたいなと。あ、そうですね、もう限りでございます。千葉サポーターの皆様、本当にね今日は悔しい逆転負けとなってしまいましたけれども、はい、僕ら自身が一致団結して、ブレないで、ブレないでるで、はい、頑張っていきましょう。それではご紹介ください。負けちゃって悔しいけれどもね、俺たち、あっしゃ